鎖トラザメサイライアラニスリータイファーは、トラザメ族に属するサメの一種。西部大西洋に分布する。50センチメートル程度の小型のサメで、背面に網目模様を持つことが特徴である。生態は主に歴底に生息し、甲骨魚やイカを食べる。乱生である。繁殖力が強く、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。 西部大西洋の大陸方外園から上部大陸斜面に生息し、ジョージバンクからフロリダ半島、メキシコ湾、ニカラグアに分布する。特にチェサピーク湾において個体数が豊富である。水温8.5セッ11.3度の場所に生息し、北部では深度36から230メートルで見られるが、南部では460メートルより深い場所で見られる。 長距離を移動することはないと推測されている。分布域は特に陶器の水温により制限されていると考えられる。大陸方外園には季節的に温水の帯が出現し、これによって本種の生息が可能になっている。ノースカロライナ州沖で捕獲された個体最大で59センチメートル。体は小さくて細く、くさび型で先の丸い風を持つ。第一背びれは、 腹器の後端の後部から起死する。第二背びれは第一の半分程度の大きさ。おひれ後端は四角形になる。背面は赤褐色で黒から暗褐色の線が左上の網目模様を作っている。腹面は黄色味がかる。目は黄緑色。片側の締列は上あごで21から26、下あごで20から22、上あごに0から2。 下顎に0から4本の成虫歯列がある。皮膚は滑らかな感触。皮場は平たくて細く、3から5本の水平流気が走る。傾向を放つ、個体訂正の不活発な種で、海底を離れることは、あまりない。日中は、岩陰などで休み、大型の花銀着類の生還に寄り添うことも、観察されている。背面の模様は、海底のつぶてに紛れる。 保護食となっていると考えられる。餌はイカ、甲骨魚、多毛類、甲殻類など。生態は幼体に比べ、イカより魚を多く食べる。2005年8月にメキシコ湾の震度550メートルの海底で傾向を放つ本種個体が観察された。この傾向の意義や理由は不明である。この日はハリケーンカトリーナが通過する数日前であったが、 この事象との関連性も不明である。繁殖特性は、花かけトラザメと非常に類似している。オスでは、生巣の発達は、クラスパーの成長と相関している。クラスパーが30ミリメートル程度になった時点で、成熟したとされる。メスでは、卵胞の発達は、卵角線の成長と相関しており、卵角線が完全に形成された時点で成熟したと、される。これは、 乱角線の幅にして18ミリメートル以上である。北方の中部大西洋海湾では、メスは35センチメートル、オスは38センチメートルで、生成熟するが、南方のサウスカロライナ州、フロリダ州では、メスは52センチメートル、オスは50センチメートルで、生成熟する。寿命は飼育下で9年以上。観察から、オスはメスに噛みついて固定し、 メスに体を巻きつけて、交尾を行う。交尾は繰り返し行われる。最初の交尾から数日で産卵が始まる。メスは交尾後に、最大で843日間生死を蓄えることができるが、交尾後から長期間経って生まれた卵は、発達が悪いことがある。これには、細胞老化、生死生存率の低下、水質などの要因が関わっていると考えられる。卵は、 海底の垂直構造物に産み付けられる。左右の湯卵管に1体の卵を持つが、これらは数分から8日の間を置いて産卵される。卵の直径が1ミリメートル成長するのに約7.7日かかるが、これは水温にも影響される。湯卵管内の卵殻は柔らかい単光色で半透明。岩などに絡みついて固定するための2本の巻きひげがある。産卵後には、 卵殻は硬く、白い島の入った、濃い飴色になる。飼育家のメスは、年間44から52個の卵を産んだ。水温にもよるが、肺の発生には82ヶ月かかる。肺盤からの発生過程は次のようになる。飼育個体体の模様は美しく、飼育や繁殖には理想的であるとされている。日本では、 アクアワールド大洗いで見ることができた。小型であるため人に危害は加えない。チェサピーク1などで大量に混獲されているが、漁業上の重要性はない。分布域が広いこと、繁殖力が強いこと、歴定を好むため生態が底引き網で漁獲されにくいことから、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。特に分布域の北部では、個体数は増加傾向にある。 ありがとうございます。